ライアン・クリストファー・ウェーブは、アメリカ合衆国、フロリダ州、ピネラス郡クリアウォーター出身のプロ野球選手、宇トを右打ち。現在は FA。父親は、元メジャーリーガーのハンク・ウェーブである。2004年の MLB ドラフト4巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、6月21日に契約。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、プロデビュー。 8試合に登板して1勝1敗、防御率4.8723奪三振の成績を残した。2005年は A 級ケーンカウンティクーガーズでプレイし、24試合に登板して5勝11敗、防御率4.7684奪三振の成績を残した。2006年は A 級ストックトンポーツでプレイし、23試合に先発登板して8勝9敗。 防御率5.2896奪三振の成績を残した。2007年は AA 級ストックトン、AA 級ミッドランドロックハウンズでプレー。AA 級ミッドランドでは5試合に先発登板して0勝4敗、防御率9.1216奪三振の成績を残した。2008年は AA 級ミッドランドでプレーし、25試合に登板して9勝8敗。 防御率5.1994奪三振の成績を残した。2009年はトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで31試合に登板。先発からリリーフへ転向し7勝1敗、防御率4.3439奪三振の成績を残した。サンディエゴパドレス時代2009年7月5日にスコット・ヘア・ストンとのトレードで クレイグ・イタリアーノと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍し、40人枠入りを果たした。7月8日のアリゾナ・ダイヤモンド・バックス戦でメジャーデビュー。4点ビハインドの8回裏西から登板し、0.1回を投げ1アンダム失点だった。7月17日に参加のトリプル A 級ポートランド・ビーバーズへ降格したが、8月7日に再昇格。 9月8日のサンフランシスコジャイアンツ戦では1点リードの8回裏から登板し、1回を投げムアンダム失点2奪三振に抑え、初ホールドを記録した。9月23日のコロラドロッキーズ戦では4点リードの5回、西から登板し、1回を1アンダム失点1死球、1奪三振に抑え、メジャー初勝利を挙げた。この年は28試合に登板して2勝。 2010年3月3日にパドレスと1年契約に合意した。AAA 級ポートランドで開幕を迎えたが、5月4日にメジャー昇格。8月7日に再び AAA 級ポートランドへ降格したが、8月19日に再昇格。8月21日に再び AAA 級ポートランドへ降格。選手枠が拡張される9月1日に再昇格した。 この年は54試合に登板して3勝1敗、防御率2.9044奪三振の成績を残した。フロリダ・マーリンズ時代2010年11月13日にキャメロン・メイビンとのトレードでエドワード・ムヒカとともにフロリダ・マーリンズへ移籍した。2011年は開幕ロースター入りしたが、6月26日のシアトル・マリナーズ戦で右肩を故障し、 7月2日に15日間の故障者リスト入りした。8月17日のロッキーズ戦で復帰した。この年は53試合に登板して2勝4敗、防御率4.0331奪三振の成績を残した。2012年も開幕ロースター入りし、リリーフに定着したが7月17日にトリプル A 級ニューオーリンズゼイファーズへ降格。7月29日に最初を浮した。 この年は、自己最多の65試合に登板して4勝3敗、防御率4.0344奪三振の成績を残した。2013年1月18日にマーリンズと97万5千ドルの1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。この年は、自己最多の66試合に登板して2勝6敗、防御率2.9154奪三振の成績を残した。 12月2日にノンテンダー FA となった。ボルチモアオリオールズ時代2013年12月10日に、ボルチモアオリオールズと総額450万ドルの2年契約に合意した。2014年開幕後は42試合に登板し、3勝2敗、防御率3.80だった。7月31日にアンドリュー・ミラーが加入したため、選手枠が拡張される9月2日に最小格した。 この年は51試合に登板して3勝3敗、防御率3.8337奪三振の成績を残した。2015年4月9日にベンローウェン、クリス・オブ・ライエンとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。しかし13日に自由契約となり、その日のうちにクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。4月29日にメジャー昇格した。 同年は40試合でマウンドに上り通算350試合登板を達成した。防御率は3.20をマークしホイップは自己ベストの1.15だった。またメジャー昇格以来初めて無敗のシーズンを過ごした。同年11月2日に FA となった。2016年2月18日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。開幕は25人枠入りした。 6月27日にディーフとなり、7月4日に自由契約となった。2016年7月8日にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。3カのトリプル A 級、シャーロット・ナイツでプレイしていたが、8月31日に自由契約となった。2016年12月8日にミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結び、 2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、2017年3月22日に自由契約となった。その後、3月27日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、4月6日にトリプル A 級サクラメントへ配属された。6月15日に放出された。2018年6月1日にシカゴカブスと、 マイナー契約を結んだ。8月10日に放出された。2018年8月25日にアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約を結んだ。2018年限りで FA となった。ありがとうございます。